こんにちは、あいです。今日はバックスヒステロアビダにヘルシンキというお話です。先ほどストックホルムのアーランド国際空港からヘルシンキのバンター空港まで無事に到着することができました。飛行機は多分1時間ぐらいなんですけども、朝早いフライトということで、ちょっと寝ていたらもう一瞬で着いていました。昨日の夜はもうスウェーデンのアーランド国際空港までの市内から の道のりが無事に着くかどうかが心配で、1時間おきぐらいに起きて、で3時に起きて、空港までやってきたので、もう 眠くて眠気が最大のピークになっていました。でとりあえず今着いて9時50何分とかなんですけれども、ちょっとまだホテルのチェックインは早いかなと思うので、これからとりあえず市内まで行ってどうするか考えようと思います。もうあとスウェーデンとフィンランドの旅行がもうあとわずかなので、お土産を買ったり、ちょっとまだ見てない場所を見たり、食べてないものを食べたりといった感じで、フィンランドも楽しみたいと思います。ということで今日は爆睡しているうちに無事ヘルシンキ到着というお話でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。